皆さんこんにちは。こんにちは。新潟県新発田市慶応学園大学から大学生の元気な日常をお届けするお昼の番組。ちょっと違う、いつもと変えてないじゃないいつもと違うよいやなんか見ないで言ってみようと思ったけど無理でした。慶応ランチの時間がやってまいりましたMC は彼氏募集長ザート、風呂上がりの姿がまるで男だまるりです。よろしくお願いします、ね、募集はしてないんですけど、毎日募集してるよ、ね、毎日募集してる感じなんですもう1年経つよ。そうですね、そんな募集してないんですけどねまあいいでしょう。はいじゃあ、はい、今日は新潟県内で配布されておりますフリーペーパーカットインの表紙を飾りました五十嵐成美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。かわいい子ですね。ということで自己紹介をお願いします。お願いします。そうですそうです。そうですよ。4年の人文学部英語文化コミュニケーション学科の五十嵐成美です、うん。はい。はい。よろしくお願いします。続くのかと思った。続かないの。じゃあサークルとかやってますか？サークルはバレエとバスケ入ってて。でもそうバレエは全然来てくれなくてああそうなんです全然来てくれないんですなるほど。普段はどんなことをしてますか？普段はもう家にいるか友達と遊ぶかバイトしてますね。ああ大学生らしいでもなんか最近あれですよね、旅行とかめっちゃ行ってますよね。あそうかも。なんかすごいツイッター見るとすごいいろんな、なんか沖縄とか USJ ディズニーみたいな、どんげ金ある超楽しんでるんだねそういいね楽しそうにしてますよね本当にさて表紙を飾ったフリーペーパーカットインの表紙を飾ったっていう風な噂を聞いてお呼びしたんですけど、どんな経緯で表紙を飾ることになったんですか？うん、海で友達といて、でもカットインの表紙、カットインを作ってる人がいて、でたまたま声をかけられて出るようになって、うん、そこからなんかちっちゃい面でこう出て、で今度表紙やってくれみたいな。なるほどざっくりきましたその海で撮ってたのが夏休みぐらいの海の水着特集みたいなのだったんだよね。私見たんだけど、したらたまたま乗ってて、あともう一人友達が乗ってて、でおーって思って、で初めて乗ったんだよねそれが。でそれがきっかけでってこと？なるほど。それが何月だ？1月ぐらい？うん。で次にじゃあ出るようになったのは、それがカットインで、その次の頃の出たんだ。わからない。全然わからない。なるほど。で、次の号くらいに今度表紙かな。確か。表紙何月号？10月ぐらい。10月？10月？11月？そんぐらい？11月今だから。ってことは今11月だから、11月が出てるから11月号に出たっていうことです。なるほど、よくわかりました。よくわかった、よくわかった。で、全然ね、そんなねモデルとかね考えられないじゃない奥さん。本当ですよ、ね、奥さん。だからそんなモデルするのってどんな感じ、どんな様子なのか教えてほしい。どんな様子？うん。なんかカメラマンの人がちょっとこうチャラい感じで来てくれるから、チャラいやってみてどんな感じなんかもう超可愛いねとか、あそんな感じチャラい感じだね本当だ来るから、それでもなんか和やかなこう雰囲気で撮れて、楽しいかな。どういう風にポーズ撮ったりするの？ポーズはまあ、指定されたりとか、あともう適当に突っ立ってたりとか、なんかアクセサリーだったらそれがこうよく見えるように手を置いたりだとか、ちょっと考えてちょっと言われて、ちょっと考えて、でも全然慣れてないから難しい。いやでもなんかさ、見る限りではさ、慣れてない感じしないよね。ないですよね。慣れてないよ。みんなさらっとやってる感。ね、さらっとやってる感。全然だよ。カメラマンの人がね、いい腕持ってるからね。あ、そうなんだ。カメラマンの腕がカットインキャンパスのカメラマンは腕がいいそうです。そうすごいな。すごいね。でも表紙になるのじゃあ早くないですか？結構確かに出てから、とても 2,3 ヶ月ですよね。そうだね。驚きの出世じゃないですか。すごいスピード出世ですよ。確かに。いやでもそんなことないんじゃないかな。え、そうなんです、なんかもう結構みんな乗ってるんじゃない？いや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 ねえ、そうだってもうレギュラーじゃないですか、カットインキャンパスの。うん、キラッといるからね。絶対いる。そんなことないよ。本当？そんなことないらしいです。いや、嘘です。いや、多分みんな見てますよ。慶和学園の人はカットイン開いて、あ、この人見たことある人だみたいな。そうね。ねえ、わかるよ。あ、そっか。でも4年生は分かるもん。分かったもんね。2、3年生だって、3、4年生は分かる。みんな大体そのたんびに自慢してますけどね、私がその人学校にいるよみたいな、先輩みたいな。そうそう、一緒。バレー部なんだ。他の大学の友達とかにこれうちの学年の子だよみたいな、もう挨拶ぐらいしかしたことなかったけど、友達みたいな言ってありがとう言って宣伝しましょう。本当にごめんね、なんか勝手に。さて、で12月にミスカットインキャンパスというミスコンに出ることとなったそうですね。で去年高井絵子ちゃんっていう慶和の子が出て見事優勝したそのミスカットインキャンパスに。第2回目に出ることになった。どういうふうに決まったんですか？それはなんか別のカットインじゃない撮影の時に、待って、何の撮影があるの？他になんか不動産の、カタログ的なやつで、それがカットインの前のやつなんだけど。なんだけど、すごいいろんなモデルさんしてるんだね。それはFM ケントさんから来るんだよね。そうで、その時に今年もあるからなんか出てねって言われて、そう、出てみないじゃなくてもう出てねだからみたいな言われて、そうでもいや無理ですって言って、そんな芸とかもないし、芸とかも本当に芸とかないし、一芸しろって言われるもんね。そうだからずっと断ってて。2、3ヶ月ずっと断ってて、かなり長い間断ってたんだ。それでも諦めない FM ケントさん。でもなんかある時電話が来て、じゃあもうこれ決定だから正式だからっていう、もうほぼ強制みたいな感じで電話来て、分かりましたわかりました。そんな電話来たらなんか断れないですよね、心理的に。すごいね。もう一戸先生が悪い顔している。いやでも 2、3 ヶ月断り続けても、それでも決定っていうのをかぶせてくるのもすごいよね。そんぐらい出てほしかったんでしょうね、なるみさんに。他の人もそんな感じなんですかね。全然わかんないし、最近まで誰が出るかも何人出るかも全然顔も名前もわかんなくて、である時にフリップを見せてもらって、そしたらこの子たち出るんだよみたいな感じで、テレビの収録があったんだけど、その時に待って、テレビの収録もあるの？この子何者なの？待って、何してるの？テレビの収録言えない系。それもカットインのすごいですとどうこう。組んでっていうかコラボ的な感じで、恥ずかしいからあんま言ってなくて、ごめんね、切っちゃって。時にフリップを初めて見て、あ、この子たち出るんだって知って、だから FM ケントさんからは直では聞いてなくて、誰が出るかとか、そんな感じで。何人出る？私はね、8人。8人だからな。全部いろんな大学と専門。そう。1人長岡から。あ、本当。そっか、新潟県内ですもんね。そう。へえ、すごい。どうだった？ライバルたちの。でもね、めっちゃ可愛い。本当。無理だって。そうですよね。そこに集まるぐらいですからね。うん、確かに。絶対。だって可愛いを前提に集まってるわけじゃないですか。可愛いを前提に。小沢が。いやだからもう本当今日のこのキャスティングも小沢本当に悪意しか感じない。どうしてここに小沢を入れてきたのかみたいな。マルタが表紙やったじゃないですか、カットインの。でそのなんか なるみさんを呼ぶってなった時になんかマルタが私も表紙飾ったから一緒にそういうなんかあるあるみたいな話したいみたいなの言ってたんですよ。だから絶対マルタと他の可愛い誰かなんだろうって思ったらなんか台本になんか小沢とみたいな書いてあって、はいはい出ましたっつっていつものやつみたいな。いやいいよ、小沢可愛いよ。違うんですよ。小沢がやっぱりいないとね、番組がやっぱり。いやでも本当悪意はなんで？悪意ですよ。助かってるよ。だって前のあのうぐいす嬢の楓ちゃんでしたっけ？あの子もすっごい可愛いのに、それこそまたまるりさんと私並べられて。いやもう本当勘弁してきて。対応ないですよ。対応ないよ。番組内女子トーク。ね、どうすればいい、こういう風に。で助かってるよ。あ、そうだよ。小沢可愛い。うん、よし。ということで、小沢の機嫌も良くなったので、小沢の話をしてる場合じゃない。なるみさんの話をしましょう。で、じゃあ12月のミスカットインキャンパス、どんなことするんですか？まだ正式に決まってないらしいんだけど、今年は特技とかはなくて、なんか前日にクッキーを数多く作ってきて、それを審査員とか一般の人に食べてもらったりとか、あとラフォーレの服を自分で選んでコーデしてちょっと歩くとか、あともう審査員の人から質問してそれに答えるみたいな。今のところそんな感じかなって言ってた。一芸はないんだ。ない。あ、そうなんだ。それが嫌だったんだもんね。へえ、クッキーを焼く、みんな焼くんですよね、だって。そうじゃない？どうすればいい？どういう風に勝っていこうって思う？クッキーって。勝っていこう。クッキーの味？形？とかもなんか多分総合的に。ラッピングとかも見られるんですか？ラッピングとかしなきゃいけないのかな？なんかもうクッキーだってそのまま持ってけないじゃないですか。タッパーに入れて持ってっちゃダメなの？ダメ。私はタッパーを考えてた。本当ですか？でもラッピングかもしれない。だって置いといて、あともうご自由にお食べください。だってさ、他のみんながタッパーに入れて持ってきてる中でなるみちゃんがさ、そうラッピングで持ってったらさ、やばいよ。それだけでも優勝なるよ。しましょう、ラッピングしましょう。お金かかるけど。マジ？いや、もう全部もうひとまとめにして入れちゃえばいいじゃないですか、大きいのに。あ、そういうこと？そう、それでだってなんかお袋から出してくること。そう、だってどうせなんかみんな一緒にバッて出されるなら、ちょっと審査員の気持ちをこう裏で引きましょう。あの子はラッピングで持ってきたよみたいな。マジか。へー、でも去年と随分と様子が違う。そうで、今年はなんか審査員に誰呼びたいって聞かれて、である人はアイドル呼びたいっていう人がいたりとか、審査員にアイドル、そうとか、なるみちゃん誰がいいって言われて、目の前にうちのお母がいたから、誰がいいと思うって言ったら、うちのお母が郷ひろみのファンなのね。だから郷ひろみとかどうですかって言ったら、あ、面白いかもねみたいなのがあって、しかもちょうど新潟にいる時だから来るかもしれないとか言ってて、すごい、もしかしたら郷ひろみがやってくるかもしれない。すごい、新潟に郷ひろみがやってくる。すごいな。審査員をやるっていうミスカットインキャンパスの人生でそうそうないですよね。郷ひろみに審査されるってね、本当ないよ、一生ないよ、私なんて。絶対ない。すごーい。面白いよね。でラフォーレの服もやるってモデルさんみたいな。よくね、わからないんだけど、でも本当自分でこうで、なんか選んでこうでして、でそれ評価してもらって、みたいな。ありますよね、なんかお昼の情報番組とかで。ああ、ドンとかなんとかさん。ドンなんとかさん。ファッションセンスに自信はありますか？ない。ない。本当？全くない。どういう服選びたいって思う？もうね、フリフリ系とかは絶対に無理だから。カジュアルな感じでいきたい。本当。このカジュアルっていう言葉の意味もよく分かってないからね、私。なんとなく。ワイルドな感じ？ワイルドって何？わかんない。野生的な。誰もわからない。いやでも本人こう言ってますけど、本当おしゃれなんですよ。おしゃれな感じで見てください、このコートね、コートこれね、だってこんなズタ布みたいなのかぶってね、私もこんな北国のなんかみたいな、なんかの民族みたいな格好でやってきて、これズタ布一枚をかぶって新潟の寒い冬を越します、私は。ツタ布ですよ。で、そのミスカットインキャンパスいつにやるんですか？私は12月の22日、日曜日に開催、ラフォーレで1回かな。で、その本番に向けて事前投票みたいなのがあるんですか？そうそう、ネットで今年も多分やるからホームページがあるので、出来上がると思います。ありがとうございます。なんかあるんですか、その投票するの、なんかプロフィールみたいな。一人一人の動画とか。あるよね。写メとかでしょ。写メあったっけ？あった気がする。乗った。YouTube に乗った。乗りました。全然わかんないんだよ。すごい。多分乗る。去年高井英子さんがスキップをさせられたって。傘さしてスキップしたみたいな。いうやつで。なぜスキップなのか。スキップしましたか、今年。あ、してって言われたけど。なんでさせられるんだろうね。なんかスキップしてみてよって言われて、全然いいですよって言ったんですけど、なんかいやでも会社で不評だったからやめとこうみたいな。不評だったんだね、会社。いまいちだった。そうなんだ。でもAちゃんしたからね。そうやったからね。あの子は立派だ。いやでもほらやっぱ第1回目はどうしても実験台みたいになっちゃいますよね。いろいろ試行錯誤を重ねてっていう。いや本当A子さんのスキップがあったからこそ今。成美さんスキップをしなくて済んだ。ありがとうございます。でももしかしたら今年のクッキーが不評で来年クッキーなくなるかもしれないじゃないですか。そうかもしれない。いろんな可能性。芸にすごい偏りがあって、本当に芸できない人はバランスボールに乗りながらトスをずっとこう上げ続けるみたいな人がいたんだって。でそれとかも可哀想だったらしくて。ですよね。そうだから今年はやめようって。でもその芸すごいよね。すごい。で一芸がなくなったと。そうなくなったらしい。まだわかんないけど。そっかまだ1ヶ月前だもんね。もう1ヶ月前かもしれないけど、まだ1ヶ月前。じゃあそのミスカットインキャンパス、なるみちゃんが優勝したら K は2連覇というふうになるんですけど。意気込みを聞かせてください。もう本当に優勝できるとか思ってないんで。いやAちゃんも同じこと言ってたはず。いや本当になんかもうみんな次元が違う可愛さ。いや本当怒りますよ、小沢。小沢が怒りますよ。いいんですか？なんかまあ出るからには楽しんでできたらいいなっていうふうに思ってて、でも優勝とか全然狙ってないです。そうなんだ。まあ去年にそんな感じだった。楽しんでくるみたいな感じだった。で、事前投票はいつから始まるかわかんないけど、その PR もお願いします。ネットで始まるんで投票してください。はい。投票日がね、分かったらここで告知しますので、もうすぐですね、12月ぐらいになったら始まるんじゃないかな。多分、でも去年は11月の後半ぐらいからもうネットで、じゃあもうそろそろですね。もうすぐだね。みんな1日1票。はい、投票しましょう。もう私、もう本気出して、持てる媒体すべて使って投票します。ありがとうございます。持てる媒体、媒体を使い尽くして。します。はい。はい、じゃあこんな感じかな。他に小沢質問あるかい？質問は目力がすごいですね。じゃもう横から見てるとまつげがすごいんですよ。まつげがすごいんだよね。つけてないんですよね。これ本当に可愛い子はもうまつげから違う。可愛い子はまつげから違う。まつげから違うんですよ本当に。そう、もうちゃんで集まって小沢さんも目力はあるよね。でもこの間先輩に小沢目つぶらすぎねって言われて、なんかこう遠回しにお前目小さくねみたいなこと言われて、でもそれでもたくましく生きていこうって心に誓いました。そういうオチか。生きねば。生きねば。すごい綺麗なんだよ。近くで見ても綺麗なんだよ。すごいよ、綺麗にしてて見習いたいと思います。眉毛も私ちゃんと剃ろうと思います。整えますので。はい、じゃあこんなでいいかな今日は。そうですね。はい。これ以上続けると小沢がいじけてしまうかもしれないので、3件出れなくなっちゃうんでなんではい、はい、じゃあそろそろお別れの時間ということでした。今日は五十嵐なるみちゃんでした。ありがとうございます。また来てください。はい、来週は MC マイカとマルタがゴーグーマ、覚えていますでしょうか。ゴーグーマの2人をお招きしてサークル立ち上げについてお話を伺っていくという予定です。はい、じゃあそれでは皆さんありがとうございました。さようなら。バイバーイ。